はい、皆さんこんにちは。今回は今年で3シーズン目を終えたユタジャズのエースプレイヤードノバン・ミッチェルの2作目のシグニチャーモデルドン・イシュー2をレビューしていきたいと思います。ドンの DON はミッチェルが掲げている信念デターミネーション・オーバー・ネガティビティの略で、自分が何者か、どこから来たのか、そういった概念にとらわれてはいけない、自分ならできる、自分の力を信じることの大切さが込められた言葉になります。昨年はファーストシグニチャーに注目していてレビューしましたが、正直今年の2は最初全くと言っていいほど興味が湧かず、レビューをするつもりはありませんでした。心変わりした理由は、なんといっても今回のプレーオフ1回戦でのミッチェルの活躍を見たことです。いいよ。ナゲッツの同じく若手エースジャマール・マレーとのバチバチのやり合いは、本当に毎試合スリリングな展開で胸を熱くさせられました。惜しくも第7戦で敗れはしましたが、チームの流れが悪くなった時、ミッチェル一人で何度もチームを救い、チームメイトを鼓舞した姿は、誰が見ても現ユタジャズのエースプレイヤーと呼ぶにふさわしい存在という印象でした。ぜひ来季の活躍にも期待したいです。さて、早速各所の説明をしていきたいと思います。アッパーはメッシュ、触ると分かりますか、かなりキメの細かい柔らかいメッシュ素材で、ふわふわという表現が適しています。シューレース脇にはリフレクター素材であしらわれたデザインがあり、外側のメッシュ部位の下は硬い素材で構成されています。また内側の赤いステッチで施された箇所は2から中足部位にわたって柔らかいレザー素材が施されています。シューレースホールは一見弱そうで、ここは少し不安なところ。シューターンはハーフブーティー構造、裏には可愛くスパイダーマンが存在、ライニングは厚めの構造で、特にヒール周りはかなり突出しています。ヒール部位の表層は柔らかいメッシュ、内部には TPU 製ヒールカウンターが内蔵、クッションはフルレングスバウンスミッドソール、トラクションは高主張パターン用で、ところどころ深い溝が存在し、スパイダーウェブパターンと呼ばれるパターンになります。アウトソールは前後方の2つに分かれており、トランスルーセントからなります。押した印象、若干の粘性、剛性は通常、内側のみミッドソールまでアウトソールが伸びている構造です。去年の1は持った瞬間に結構重いなという印象がありましたが、それに比べると今回は通常の重さに感じます。ミッチェルがプレーオフでも気に入って履いていたこのボルトカラーは、個人的にも結構ツボなカラーです。去年の流れから見ていると、アディダス的にこのミッチェルのドンイシューはヤニスのズームフリークと張り合っているような気がしていて、発売するタイミング、シューズの価格帯も似通っています。2人とも今後の NBA を担っていく若手スターという点でも一緒です。前回はフリーク2をレビューしたので、このシューズをレビューするのもある意味必然だったのかもしれませんね。それでは早速本日履いていきたいと思います。
履いて感想を言っていきたいと思います。今回のレビューでバウンスクッションへの理解が深まったのと、ミッチェルが好む理由が少し分かった気がしました。まずサイズ感、今回 27.5cm をチョイスしています。自分の中でのイメージではアディダスはハーフサイズダウンでジャストフィットだったので、今回は少し余裕があるかと思いきや、横が特にきつく小指に痛みを感じながら最初の15分間ほどアッパーがほぐれるまでプレーしていました。ほぐれた後は前足部から中足部までのフィット感はジャストフィットで良好でした。足首周りの構造は広めにできているためか、プレー中何度か紐をきつく締め直しましたが、足首周辺のフィット感は最後まで満足のいく感覚は得られず、不安定感が残りました。この靴はアディダスの中でも小さめに作られているのか、サイズ選びが要注意点かと思います。前作のワンでも足首周辺の構造は広く感じられたので、ミッチェルの足型が広めなのか広い構造が好みなのか分かりませんが、共通した部分ではありました。足首にサポーターなど巻く方には余裕があって、むしろ利点となるかもしれません。次にアウトソール、剛性は通常、粘性は軽度でしたが、今回は特にこのモデルがトランスルーセントだったという点が大きかったと思います。最初の動き出しは問題なかったですが、ホコリがかなり吸着しやすく、プレー中盤前後方向の蹴り出しで滑る感覚が顕著でした。横の動きはそれなりに対応できた印象でした。アウトソールパターンというよりトランスルーセントによる要因が大きいと思うので、通常のソリッドアウトソールのものを選択した方がいいと思います。次にクッションです。ミッドソールの厚み、フラットの接地感は適切、フォア部分でやや厚みに感じる程度で、特にストレスなく履けました。バウンスクッションの感じ方は、これまで人によっては柔らかいと感じる方もいれば、一方で硬いと感じる場合もあり、意見が分かれる点で非常に曖昧な存在という印象でした。確かにヒール部位、バウンスが分厚く構成されている箇所は体重を乗せると容易に沈む感覚があり、エネルギー吸収に優れているような柔らかいクッションと感じる。しかし一方でフォアフットの薄めのバウンス部位は沈む感覚はなく、硬いと感じられる反発を感じる。これまでバウンスを履いてきた自分の中での結論は、バウンスはレスポンスが速いクッションという位置づけです。例えばトランポリンの上で跳ねた時を想像してみてください。ネットに着地した後、足が沈むプロセスがあることで、その分エネルギーを増幅させ、飛んだ時に伸びのあるジャンプをすることができる。ではこの時、ネットの素材をもっと硬くしてみたらどうなるでしょうか。硬くなれば沈み込む時間が減るため、時間的には早く飛ぶことができますが、エネルギーを溜め込めていない分、ジャンプ力には欠けると思います。前者はブーストクッションやズーム BBNXT などのエネルギーリターンの良いモデルのイメージで、後者がまさしくバウンスクッションのイメージです。レスポンスが速い反応が得られるが、強い伸びは感じないという印象です。レスポンスの速い反発のメリットとしては、細かいステップを多用して踏むプレー、足の俊敏性を生かしたプレーをする場合などが考えられます。使いこなすには足の力が必要だと思いますので、脚力の強いクイックネスプレイヤーにおすすめしたいクッションかと思います。自分としては基本衝撃吸収に優れた柔らかいクッションを好んで履いていますが、こういった攻撃的なクッションも面白く、たまには履いていきたいモデルと思っています。足に疲労感が残るので、ごくたまにといった感じです。トータルで見ると履きやすいモデルではあると思います。サイズ選びに気をつけなければならない点、ホコリを吸着しやすいアウトソールなので、適宜アウトソールを拭く部分は注意点になります。去年のワンに比べるとだいぶアップデートされた印象を受けました。今後のドンシリーズにも注目していきたいと思います。最後にミッチェルと激戦を繰り広げたナゲッツのエース、ジャマール・マレーはプロモデル 2G を着用していたので、2人ともアディダスのバウンスクッションのシューズを履いていたというのも興味深い点でした。これからも靴のレビューを続けていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。